2024年、いよいよプロ野球開幕が近づいてきました。各チームキャンプを打ち上げてオープン戦が始まり、若手選手は一軍生き残りをかけての戦いの火蓋が切られています。38年ぶり2度目の日本一となった阪神タイガースの戦力補強は、ドラフトと現役ドラフトだけであり、大きな補強は行いませんでした。チーム内の底上げで戦力アップを考え、一軍メンバーを脅かすような若手選手にチャンスを与えたい岡田監督の考えがあってのことです。2023年10月26日に開催されたドラフト会議では、6名を支配下指名、2名を育成指名しました。1位の下村や2位の椎葉が注目される中で迎えた春季キャンプで、当初は誰も知らなかった一人の若者が第4クールに一軍に招集され、日に日に隠し玉になるかと注目されました。その若者は岡田監督の目に留まったので支配下登録されるかと思いましたが、課題を2軍に持ち帰り鍛え直すことになりました。今回は将来の阪神を背負って立つ一人の22歳の新人選手を取り上げていきます。赤星2世、育成ドラフト2位、福島ケイン。2001年10月6日に埼玉県秩父市に生まれた福島。福島の下の名前はケインと読みます。この珍しい名前は母親が俳優のケイン小杉のファンであったことから名付けられました。この名前に対して本人はハーフと間違えられることはしょっちゅうです。でも人と被ることのない名前ですし、音楽が好きなので音が入っているのも気に入っていますと阪神入団会見の際に話をしていました。秩父市立小田牧小学校3年生から秩父ドリームズで野球を始めています。動くことに関しては野球を始める前の段階から活発であり、自宅周辺でウサギなどの野生動物を追いかけ回した幼少期が原点とのことです。野球との出会いは保育園の頃から父であるアキラさんとキャッチボールをして、小学2年生でソフトボールを始めたことからでした。ソフトボールをプレーして1年が経つと、福島は下から投げるのじゃない、上から投げるのをやりたいと感じるようになり、野球へ転向しました。その際にある野球選手に憧れを抱くようになります。その選手は阪神でショートを務めた鳥谷敬さんでした。鳥谷さんに対して福島はかっこいい、鉄人、怪我しても連続でずっと試合に出ていて、体が強くて根性がある男って感じですと阪神入団後の憧れの人物について語っています。小学校の卒業文集には、鳥谷選手と同じ聖望に行って甲子園に行って優勝をしたいと書いたほどの存在です。そして福島は鳥谷さんと同じ聖望学園高校への進学を目標にするようになりました。高校入学までは鳥谷さんと同じショートでしたが、周囲のレベルの高さを見てショートでは生き残れないと自ら判断します。自分の持つ50メートル5秒8の俊速と遠投100メートル超という強肩を生かす道を考えて外野手へ転向したのです。しかし残念ながら甲子園出場をすることはできませんでした。進路を決める際にはプロ志望届を提出したものの、指名されることはなく大学進学を選びます。白鴎大学では2年生から目立つ活躍を見せるようになります。藤田監督の方針で2番を任され、4年春には5割2分6厘の高打率を残し20盗塁をマーク。2番で進化を遂げ、特に快速はプロレベルと評価されることになりました。迎えた2023年ドラフト会議で、福島は育成ドラフト2位で憧れた鳥谷さんと同じ阪神から指名を受けます。指名を受けて福島は素直に嬉しい、育成での指名だがすぐに支配下に上がりたい、先輩の大山雄介選手と同じチームから指名をいただけて光栄ですと語り、喜びをかみしめていました。藤田監督は、福島は負けず嫌いで何事も全力で考え行動していました。努力を惜しまず黙々と練習に打ち込む姿や、
ゴミ拾いをしている姿など、生活すべてがプロ野球選手になるという覚悟の表れだったように思います。積極果敢なプレーで一日でも早く支配下選手となり、活躍してくれるものと信じていますと、能力だけではなく高い人間性を評価するコメントを出しました。自主トレ・キャンプの動向・取り組み。育成ドラフト2位で指名されて迎えた2024年、福島の注目度は育成であることから低い状況でした。報道陣の数が日本一と言われる阪神タイガースでも、福島の自主トレが報じられることはほとんどありませんでした。新人合同自主トレでは練習開始直後からアピールします。岡田監督ら首脳陣が見守る中で、ウォーミングアップで快速を飛ばして50メートル走で5秒8の脚力を発揮したのです。これに対して福島は、足が武器なのでみんなに負けてるようじゃ全然ダメだと思うんでと、自分の武器を生かすこと、アピールが必要な立場である自覚など心構えを持って入団してきたことがわかるコメントを残します。春季キャンプは2軍スタートとなりますが、福島は第4クールから1軍に合流するチャンスを得ました。これは第3クールに行われた紅白戦にて活躍したことで昇格をつかんだのです。紅白戦は沖縄宜野座で 1,2 軍合同で行われ、福島は両試合に途中出場、2試合連続タイムリーに加え、2試合目には自慢の快速を飛ばして2投を成功させアピールに成功します。岡田監督は、いい足してるで、あれは糸原と原口と3人あげよう言うて、2軍で走ってもしゃあないからなと福島の足を高評価。さらにシートノック見とっても一番硬いええよと、守備能力に関しても評価を得ての1軍昇格となりました。岡田監督は支配下契約だけではなく、その先の可能性を福島には感じたようで、可能性はあるよと支配下契約について言及します。加えて昨年開幕前に支配下契約となり、NPB 史上初となる育成入団1年目で開幕スタメンを果たしたオリックス茶野や、日本代表の常連であるソフトバンク周東と重ねてイメージしていました。福島本人は、自分も育成で指名された時からずっと開幕スタメンは目指しているところなので、足りないところはいっぱいですけど成長していけるようにと、ルーキーながら堂々のコメントを残しました。阪神ファンやメディアは、茶野や周東ではなく阪神のレジェンドである赤星さんを彷彿させるスタイルと小柄さということもあり、赤星2世と言われるようになりました。一軍キャンプに合流すると、阪神不動の一番打者である近本とコンビ練習をすることになり、首脳陣からの期待の高さをそこでも感じることになったのです。福島は臆することなく近本に積極的にアドバイスをもらうようコミュニケーションを取ります。目標とする選手、単純にすごいなというのと、独特な雰囲気を感じていましたと福島は話しましたが、吸収できるものは時間を無駄にせず徹底的に行う姿勢で臨んでいました。近本は、よく質問してくるなと福島の第一印象を述べ、選手としては走る姿勢がいい、配送に関して走れる姿勢でボールも見えているので、そういうところがうまいと思いましたと高評価。岡田監督や近本などから高評価が続く中で、オープン戦に起用されるようになります。2月23日の巨人戦ではダイソーとして出場し盗塁成功。しかし岡田監督の評価は厳しいものでした。ダイソーで出場したのに何球もスタートを切れなかったこと、1球目から走れと言ったのに走らなかったこと、それでは2軍に戻されるよ、何のためにダイソー起用されたのか、その意図をつかまないといけない、期待外れだったと厳しい評価となりました。岡田彰布監督は、やっぱりもう1回2軍でやらないといけないと厳しい評価を下し、2軍降格となったのです。2軍降格とはなりましたが、それだけ期待が大きかったとも言えます。1軍の壁はそんな簡単なものではないのです。ましてや育成から支配下への契約を勝ち取らなければならない立場である以上、アピールは成功させ続けなければなりません。
福島には厳しい現実が突きつけられましたが、なぜスタートが切れなかったのか、準備が足りなかったのか、二軍で反省して次につなげることでしょう。福島の育成法・起用法は、福島の場合は走力と守備力に関しては一軍でも通用するレベルにあるでしょう。必要なのは求められるプレーをできるかです。武器である足でのアピール失敗となった盗塁の指示に走れなかったことは大きな痛手となりました。阪神にはダイソーの切り札がたくさんいますので、首脳陣が求めるプレーができないのであれば厳しい評価にはなるでしょう。この評価は本人が一番わかっているはずですので、悔しさをバネにして奮起してほしいところです。将来的には一軍では熊谷や上田らのようにダイソーや守備固めから起用されることになるでしょう。外野手で直接のライバルとなるのは島田になるはずです。島田の場合はスタメン起用された場合に打撃でも結果を出せるタイプですので、壁は非常に高くなります。福島は育成契約ですので、他を押しのけるような活躍をして支配下契約になることを第一目標として2024年は過ごすことになるでしょう。今シーズン中に熊谷、上田たち阪神陸上部の新メンバーになっているかもしれません。期待の快速選手福島ケインについて、育成法やご意見がありましたらコメントをお願いします。この動画が面白いと思ったら、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今日も動画を見てくれてありがとうございました。